がお届けするミュージックカフェユーズタイムの時間です。この番組は毎月第2第4日曜日朝9時から、再放送は午後1時から15分間、京都電工株式会社の協力でお届けします。春の新生活を応援する京電ウェブショップをどうぞご利用ください。さて本日は素敵な女性と男性のユニットステラビスコンティのお二人にお越しいただきました。シンガー&ダンサーの阿光美希さんとスピリチュアルピアニストエイコンさんです。おはようございます。おはようございます。お越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまず自己紹介を阿光さんからお願いします。はい、シンガーとサルサダンスインストラクター、いろんなことやっております、はい、阿光美希です。はい、美希さんは美しいっていう字と、はい、糸編の糸編の紀州の木、20世紀の木ですね。はい、はい、ではエイコンさん、はい、ご紹介お願いします。エイコンです。はい、A-C-O-O-N A-C-O-O-N、はいはい、ステラビスコンティっていうのはどういう意味があるんでしょうか。私説明、はい、じゃあ説明お願いします、はい、じゃあエコンさん、ステラってやっぱ星じゃないですか、はい、で、まあ、ステラだけじゃったらだったらあまり面白くなくって、はい、なんかいろいろ栄光盛衰があって、はい、ある中でなんか最後にはなんかこの音楽をやってたりとか生きてた証は 星のように残したいな。でもその中でこうやっぱりやる限りは全力疾走して、うん、こうまあ、なるべく自分たちの思いをこう伝えていきたいなっていうのがあって、はい、まあ、語呂がいいっていうのも半分以上あるんですけど、はい、ビスコンティー家って昔あったじゃないですか、はい、一世風靡したような、はい、イタリアのね、はい、貴族で、あんな生き方ってある意味こう素晴らしいな、はい、もうにこう過ぎ去ってもやっぱりみんなの記憶の中に星のようにこう残っている、はい、あんな感じでこう自分たちの音楽とか生き方とかも残していけたらいいのになっていうような思いでつけた名前です、ね、はいはい。今日の番組のタイトルは阿光美希の新しい世界ということですけれども、これは阿光さんに、はい、新しい世界、はい、どんな世界でしょうか。まあ、私自身が、15年ほどラテン音楽を軸に活動してまして、はい、まあ、それこそアルゼンチン行ったりプエルトリコ行ってサルサダンス世界大会に行ったりとか、うん、まあ、そういうようなこともしつつ、そのラテンの持つ良きエネルギーを持って今流れています。そうなんで、ちょっと内緒で今日 BGM に選ばせていただきました、ね、今どっかで聞いた声があるなと思ったらこれはあの打ち合わせでは言わなかったんです。阿光さん作詞でエイコンさん作曲の、そうですね、とっても素敵な曲だったのでありがとうございます。まあ、こういう、この自分の持つエネルギーとラテンのエネルギーみたいなものを掛け合わせて日本語で発信した新しい世界、はいはい、では今日その阿光さんの新しい世界を楽しんでいこうといただこうと思います。この間香港からお帰りになったそうですけれども、はい、香港のツアーはいかがでしたか。いや本当にもうね、ジャッキーチェーンの世界ですね。そうですか。どうチャ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 とこうね、はい、目まぐるしく車が飛び交い、はい、もう本当にですね、まあ、忙しいし、向こうにいてる日本人もパワフル、うん、日本にいてるとこなかなかハングリー精神を持ってしまいすぎるとこう引くじゃないですか、はい、ね、はい、あまり本音と建前でみたいな感じなんですけども、本当に露骨に向こうの人たちはもう担当職人に大事なことを伝える、まどろっこしくなくてしがらみもなくて、こうそういう中で向こうで戦っている人たちの中でエネルギーをもらって、実際3公演やったんですけどね、はい、それも無事に、まあ、はい、いろんな人種の中、はい、もちろん日本人の人もいましたけれども、うん、フィリピンの方や韓国の方、うん、まあ、もういろんな国、もうそれこそフランスの方かまで、はい、いろんな国の方の中でこう MC を何語で喋ったらいいんやろと思いながらも、はい、なんとか戦ってきました、はい、戦ってきたっていう言葉がぴったりだと思います。そうですか。でもそれは逆に言えば充実の時っていうことですよね日本に帰ってちょっとしばらくブログが書けないぐらい疲れましたそうです、はい、ありがとうございます。それではそろそろ1曲目のご紹介をお願いしたいと思うんですけれども、これも阿光さんに、はいはい、お願いします、はい、
昨年の、秋に出たばかりの曲、はい、あのアルバム「オホス」はい、これ「オホス」というのはスペイン語で、はい、視線という意味で、はい、こう目標を高く持とうよみたいな言葉が、はい、気持ちが込めているんですけれども、はい、その、何でしょうかね、まあ、とにかく聞いてください。これは、ステラビスコンティのファーストアルバム、そうですね、タイトルになってる曲ですね。はい、はい、アコーミキさんの作詞でエイコンさんの作曲の視線お聴きください。信じを追いかけてその海をなくした。本当は知ってるはず、本当は見えてるんでしょう。聞こえないふりしてる。扉を叩く音が消えてしまうよ。長い雨が降りやんだなら太陽の下空もピカピカで瞳の力もすごくあって、あのその視線っていうのはすごいパワーを感じるんですけれども、あのそんなアコーさんの次の曲楽しみに聞きたいと思います。ちょっとまたご紹介してください。はい、次の曲 Time to say goodbye ですよね。これは、まあ、ある意味私の転機となった曲だと思うんですけれども、うん、今まで、まあ、あのスペイン語の歌をメインに歌っていたりとか、ありものの曲を歌っていたんですけれども、うん、まあ、自分自身やはり詩を書きたいな、作詞したいなという思いは昔からあって、はい、なかなか自信がなかったんですけれども、うん、それの、まあ、あの出世作じゃないですけども、これが結構皆さん大好きだっておっしゃってくださって、もともとタイムトゥーセイグッバイって今なんか聞いたところによると、ドラマの、ね、映画とかドラマのでも使われてて、そう今ね大好きな曲だと思うんですけども、はい、それをもっと分かりやすく日本語で伝えたらどうなるだろうなと思ってチャレンジした曲です。アコーさんの、はい、日本語の歌詞がついております、はい、あの曲って聞いたら分かりますよね。はい、ではどうぞ。空を仰ぎ語りかけ、耳を澄ませば聞こえるよあなたの声。月明かりに照らされている。さあ扉を開いて出かける船で、今振り向かず踏み出す新しい世界。 Time to say goodbye。 光は闇に打ち勝ち、旅立つ。見たこともない世界が広がる、羽ばたく時は満ちた。もう戻らない来たるべき日を恐れ。
英子さんの音楽と阿子さんのボーカル、まさにステラビスコンティの世界を感じることができました。ゾクゾクっとしました。すごく良かったです。次の曲は阿子さんの可能性をさらに感じる、また違った曲ですね。ではご紹介お願いします。はい、浜辺の歌ですよね。はい、これも、まあ、およそ2年前なんですけれども、うん、やはり日本語が大事だろうと、うん、日本で活動する上にあたっても、まあ、世界に発信するにあたっても、うん、独自の自分自身のアイデンティティをやっぱり使っていきたいということで、うん、こうチャレンジいただいたこの、くださったおかげで、うん、この曲が、歌わせていただくことになりまして、うん、浜辺の歌、皆さんご存知のジョジョーカなんですけれども、うんうん、これを新たなアレンジを加えていただいて、できた私の、まあ、これもある意味転機になった曲です。はい、これは阿子美希さんのボーカルと編曲シンセサイザーが東さん、はい、コラボレーションユニットの名前はイノセントガーデン、はい、そして、企画プロデュースはタコジロウさん、はい、ということです。では浜辺の歌どうぞ。昔のことぞ死のばうる風の音よ雲のさまよ夜する音楽で1000人のお客様で会場を埋め尽くす、そんなこともできる阿子さんがこんな、ね、日本の叙情歌も歌われるって本当に素敵だと思います。もっと知りたい阿子さんやステラ・ビスコンティをもっと知りたいという方はどうしたらいいでしょうか。はい、阿子美希という、まあ、阿子おろしの阿子と書いて、はい、赤い稲穂の方美希で、はい、ホームページがありますので、はい、そこからいろんな情報を、はい、ツイッターもやってますし、はい、フェイスブックもやってますし、はい、あとブログもアメブロなんですけれども、はい、基本毎日更新してますので、はいはい、たまにサボりますけども大丈夫です。じゃあ私も覗かせていただきます。ぜひぜひ覗いてください。はい、あとユーストリーム放送もやっているので、はい、そうですね、パーソナリティもされてますね。はい、そちらの方も私の方からも入っていけますので、はい、ぜひアコミキで検索してみていただけたらと思います。はい、本日は阿子美希さん、英子さん、ありがとうございました。ありがとうございます。お相手はゆうでした。